こんにちは。5月2日月曜日です。今日もね、気になるニュースの方をご紹介していきたいと思います。では早速内容に入ります。ゴヤフーズの CEO は、我々は世界的な食糧危機の崖っぷちにいると語る。ということで、いきなり注釈なんですけれども、このゴヤフーズっていう会社は、アメリカの会社なんですけれども、アメリカや、スペイン語圏のところで、販売される食品を主に扱っているということで、私もアメリカにいた時に、買ったことは、ごめんなさい、なかったんだけれども、このゴヤっていう風に書いてある、GOYA ですよねって書いてある缶詰とかはなんかすごいよく見ました。で、なのでかなり大きい会社ですね。では、内容に戻ります。必要なものを必要な時にスーパーで購入することに慣れている全ての人にとって、もうすぐ十分な食料が手に入らなくなるだろう。ゴヤフーズ社のボブ・ウナヌエ CEO は、コロナウイルスによるロックダウン、サプライチェーンの歪み、そして今回のウクライナでの紛争が世界のフードチェーンの崩壊をもたらす可能性の高い完璧な嵐を作り出していると警告しています。ウナヌエ氏はフォックスビジネスに出演した際、我々は世界的な食糧危機の崖っぷちに立たされている、アメリカ人はベルトを締め消費量を減らさなければならなくなるだろうと述べました。消費量っていうのは、あれですね、食事の量ってことだと思うんですけれど、すでに中東ではヨーロッパの穀倉地帯であるロシアやウクライナからの食料の輸入がなくなり、限界点に達している国もある。ウナヌエ氏は、番組の中で、食料価格のさらなる上昇を含め事態はさらに悪化すると考えていますかと司会者に尋ねられ、一部の農家は現在肥料を2倍払わなければならないことを説明し、植え付け量が減り収穫も減るだろうと付け加えました。ウクライナでは現在小麦生産の約 30% が、現在未作付け、作付けできてないということですねであり、今シーズンも作付けが行われない可能性が高いと見られます。さらに、世界の食料サプライチェーンは非常にタイトなバランスで成り立っており、もし食料生産を中断すれば食料危機が発生し、物価が高騰することになります。豊かな国である我々アメリカは、高価格の食料を買う余裕はありますが、他の国々はそれに耐えられないだろうと主張しました。ウナヌエ氏や他の企業の CEO にとってはそうかもしれないが、アメリカには2桁のインフレと1ガロンあたり6ドルのガソリンの支出に耐えられない労働者階級の人々が大勢いることを彼は知らないのだろうか。スリランカやペルーのようにすでに抗議運動が起きている国の現状は、報道で伝え聞くものよりももっとひどい状況にあるでしょう。これらの国々はウクライナやロシアなどからの輸入に大きく依存しており、現在の混乱は食料供給を破壊しつつあります。嵐の種は確実に芽を出している。この状況を認めようとしない多くの人々は、間もなく起こる大惨事に目を奪われることになるだろう。今起きていることは全て偶然ではないのです。現在進行中のグレートリセットの一部なのです。そしてまだ何も始まっていないのです。ということで、ここまでが記事の内容になります。さてさて、ゴールデンウィークですね。皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますか？大企業さんだと10連休っていうところもあれば、カレンダー通りですっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけれど、今年はですね、我が家は数年ぶりのゴールデンウィークなんですよね。もう何年か日本にいなかったので、そういえばゴールデンウィークなんて久しぶりだなっていう感じです。で、今年は、どっかね、ちょっと旅行とか行こうかなって最初思ってたんですけれど、あまりにもガソリン代が
ガソリンが高騰しすぎてるっていうことと、引っ越ししてきてから庭のことが何にも、あの庭がちょっとあるんですけれど何にもできてなくて、で防草シートをね一応貼ってあったんですけれど、まあ、安物だったのでもう防草シートなんか突き破ってあの雑草がわんさか生えてきちゃってるので、もう何とかしなきゃっていうことで、今年のゴールデンウィークは、まあ、庭のね手入れをしつつ、家庭菜園のね環境をちょっと整えたいっていうことで、それをねやっていこうかなと思っています。で、昨日ホームセンターに行ってきて、で土もねあのちょこちょこ買ってたんですけれど、土とあと、有機肥料っていうのがあったのでそれを少し買いました。肥料はあの、まあ、雑草とかを使ってね、自分たちで、まあ、あの生ゴミとかをこう再利用してっていうので、自分でも作ろうと思ってるんですけれど、それだけでは間に合わない時っていうかそういう局面も多分出てくるだろうなと思ったので、頼れるものは頼ろうかなというところで、その有機肥料は、2つ買ったのかな、まあ、小さいパックなんですけどね、それを2つ買いました。で、あとはあのなんかいろんな野菜の苗とかが売ってたんですけれど、まあいろいろ見てたらあの食用菊、あの菊の花ですよね、食べられる菊の花の苗が売ってて、でなんか買ってしまいました。その普通の家庭菜園もまあやるんですけれど、若干サバイバルガーデン的なものも作りたいなって思っていて、そのパッと見てみただけではまさかそれが食べられる葉っぱだなんてみたいな感じの畑っていうんですか、そのまさかそれがね食べられる花だなんてっていう感じですかね、まさかそれが食べられる草だなんてみたいな、なんかそういうあのパッと見ただけではまさか食べ物が植わってるなんてわからないっていう感じのちょっとごちゃっとした庭に最終的にはなると思います。最後に全然関係ない話をします。うちの子供が犬だか猫だかね飼いたいんだって言うようになって、あなんか成長してるなって思ったんですけれど、まあ食料危機が来るかもしれないっていう時にねちょっと動物は飼えないぞと思いまして、で、まあ、世界が平和になったらねって言ってあるんですけれど、まあ、でも何かその生き物を飼育するっていうのはねいいことかなと思ったので、紆余曲折を経て、最終案として金魚を飼うっていうことになりました。早速今日ね買いに行こうと思います。ということで今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。